はい、どうもやってきました、うまいもん TV プロデューサーです。今日はですね、ちょっと食レポじゃないんですけれども、いつも美味しいもんばっかりいただいてるんで、たまには汗をかいてボディシェイプする動画もお届けしたいなと思って、今日来てるところはこのリバーサルジム代々木上原に来ております。ここは結構芸能人の方とかもよくトレーニングに来たりとか、まあ、先日有名な YouTuber の方々もここに訪れたりしててですね、でたまたまここの先生が僕の同級生で、学生の頃一緒にスパーリングしたこともあったりですね、僕も総合格闘技やってたんで結構古いよしみで来させてもらっております。で一人で、まあ、来るのも面白くないんで、ちょっと今日はこの方たちを呼んでみました。どうぞ。カモン。ガジマンでーす。よろしくお願いします。ありがとうございます。先日単独ライブ面白かったっすよ。ありがとうございます。来ていただいて。ガジマルのお二人、はい、めちゃめちゃ面白かったです。お二人スポーツの経験は？僕はサッカー。あ、サッカーね。サッカーネタありますもんね。サッカーネタは数の。あ、そうです。サッカーネタではないけど、選手のネタか。はい、先生です。僕野球やってました。あ、野球。はい、あ、じゃもうバリバリ基礎体力は。そうですね。最近も草野球とかやってるんで。あ、いいですね。じゃあちょっと今日格闘技どうですか。格闘技はでもね、やっぱ喧嘩とかいつもボコられてたんで。兄貴。あ、僕兄貴に。兄貴に。怖いですね。これ大きいのがちょっと強くなりたいですよね。あ、でも慣れ、ボコられ慣れはしてる。ボコられ慣れはしてます。あ、いいですね。任せてください。防御力あるんで。いいですね。スミマンは。格闘技は、僕は格闘技はもうもっぱら見てるだけですよ。あ、いいですね。で、今日は初経験、そうですよ、もうリアル初経験、リアル初経験。ああ、そうか、そうなりますかね。いいっすね。ちょっとどんな感じになるか、じゃあ3人で早速体験しに行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。あっ、ぶん殴ってやる。うまいもん TV。 近代総合格闘技って言ったらもうこの金網ですよね。壁に金網を配備してて、ここでスパーリング、選手の人たちがしてるんですね。気合いできました。準備パッタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日先生の、あ、もう始まってます。先生の、先生だ。よろしくお願いします。おはようございます。ガタイがもう、めっちゃ強いから。そうですよ。小林ストークをフェードアウトさせようぐらいの。いや、もう僕は肩から出てくる。いや、もうそう。今日何教えてくれるんですか。今日はじゃあ何しますか。寝技にしますか。寝技行きましょうか。いや、もう何でも、もう、嬉しいです。じゃあ先生は柔術の黒帯で相当強いんで、寝技。柔術黒帯強い。いや、もう多分何やられてるか分からない。強い。はい、じゃあそれ体験させてもらいましょうか。で、打撃もちょっと教えてあげてください。ぜひお願いします。よろしくお願いします。監督指名は食らったことは、いや、ないですよ。寝技ないですよ。そんなないですよ。飲み会とかでわらわらとかで三角締めとかないっすよ。よく見る光景ないっすよ。そちらの飲み会の、本当に三角締めって聞くかっていうこと。いや、ちょっと飲み会。あー、いいっすね。僕っすか。うまいもん TV のプロデューサーさんにしようって。それ、面白くないじゃん。俺が先なんす。確かにね。俺っすか。このクローズドガード。もう怖いもん、この施設。近づくよ。はい。近づくよ。で、総合とかだと、もう殴られるじゃん。殴られるじゃん。殴られないはい。で、いいこと。で、流す。これで流す。あーしてると顔が、顔に違っちゃう。違う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 顔に、顔にね、圧迫がすごいわ。いや、もう違う。顔へのね、それはどうでしょう。そうなんです。顔に、あー、血が集まってきますね、一気に。居酒屋でやるのない。やらないよ、このアルコール入れた上でこれやったら一瞬で飛ぶわ。あ、ちょっと忘れてたんですよ。びっくりだ。嬉しかったな。なんでするんですか。タップね、タップ。いやー、それタップね。いやいやいや、すごいな。え、でもちょっとあんな締まるんすか。でもスミマン今の優しかった。まだまだ安定系に行くには、いや、肩も下げたりとか。え、お願いします。え、もうちょっと。まだまだ段階があって。うぇー。今まだ足で締めただけなんで、本当本来だったら手もこっち感じで。
な圧迫されるんですか。もう6割7割ぐらい。まだえもう行ってない行ってないぐらい。10割で行ったらすぐ。あ多分1秒で。でも飛んじゃいますか。飛びはしないかもしれないですけど。うわ目が充電すると。うわーすごい。強力。10休みたいですね。あお前。すぐタップする。すぐタップする機能が絶対。どこをタップするんですか。どこでもいいです。地面でも。あ地面でもいいです。わかりました。キープねキープ要は。こうなってここのまだ圧迫されてないんですよ。まだまだ。これまだここが空いてる。はい。へえ。ここで圧迫されます。ほう。ここでね。ここでもうあっすごい若いもん顔が顔が若いもんもういやー本当に俺と同じ色だじゃあ10でいきますね。すごいよ圧迫こんな圧迫されるのって感じも涼しい感じで締めてるよ。すごいでしょ。いやすごいっすわ。じゃあどうしますか。やりますか。あじゃあ僕からもうシャムさんはできるんですか。僕はもちろんですよね。じゃあまずクロントが正常ですね。正常正常これは正常って感じじゃない。その言い方はその言い方はちょっとこの業界にそうそう違う業界の方の言い方ですよね。びっくりした。わかりやすく正常学生の頃からこんなのなるほどスケベ、だいぶスケベなんで。で、このままだと殴られてしまうのでなるほど。これを取る取る、取る、そう取ったら、じゃあこの手を流しましょうか。バーの中に。そしたら、あ、待って流しながら、この足ここにかかりますか。そういう形、そういう形ね、腰上げながらえ、こういう。あ、そうそうそう。ぽいわ、ぽいわ、ぽいわなんだか。あ、なるほど、すごいわ。はいはいはい。ぽいね。あ、そうそうそうそしたら、この手をこっちに流しましょう。はい。で、この足で逆で、こっちうわー、かかって、うわこっちは俺が圧迫してる圧迫してる俺がすごい圧迫してるのが分かる。さっきまでやられてるからないのでこれねで、頭を手で引く。こうそうこれでもすごいですか。で、こここれ大丈夫ですか。こっちまだ開いてますよね。ここ90甘い、90ここ90ここ全部そう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 で、お腹ちょっと出してくださいあ、え、こうそ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 うあ、すごいダメですよね、なっちゃうのすごいとてもさっきまでやられると思うことは覚えないですね。でもなんか形を…形前です前です足流れない人とか多いんですけどすごっへぇすぐ流れたんで、はいガチってなるんだ。こうなって…決めてるかそうですねこれやり、これやりうまいよく覚えてるもう試合出ますね。いや、試合こんな敷居低いっすか格闘技で、こうで、頭あ、頭だ、頭だいや、きつい。すげえ、もう二次会できんじゃん。かかってきな、プロごめんなさい、嘘です。すごいいや、すげえこれが三角締めです。三角締めです。へぇー三角締め今やったんで今度は腕十字いきましょう。いやあ、腕十字はいはい。今度じゃあ今度下になって。また僕なんですか。ちょっと待って。僕しかいない。いや技変わってる。うつ伏せでうつ伏せで。ごめんなさい逆です。いや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 。ね、マウントポジション、非常位から。いや、なんでマウントになってます。ああ、間違えてます。間違え、業界違うんですよ。毎回タイだ。で、ここから腕を取っていくんですけど。まずは、体格で取れます。腕取るためには僕の股に挟まなきゃいけないので少し前に少し前にただこのまま一回片足しちゃってもいいですよ。今日はこのまま腕をあーこれ見たことあんねえ。しっかり締めてお腹出してはいはいはい、折れるかもね。折れたら教えてください。折れたらダメですよ。おかしいでしょ、折れました。折れましたって俺教えるって病院で出してから無の境地どころじゃない。折れてるから体格で持って、少し膝を前に出す。はい。ちょっと今日は難しいんで、ここ間空いててもいいよ。ここはスペースない方がいい。はい。へぇー。このまま。そんなポイントがちょっと絞って、これにしたんですね。俺なんだ。ああ、先輩。ちょっと爽やか
さんにひどいこと言うんだけど折れるまでって。右手なんで、左手からだと悪魔見てるからね、師匠は。悪魔見てるからじゃあ、ストードっぽい。これはね、見てるからマウント取ってですね。そうですね、マウントですね。マウント取って、はい、かな、ここの人間、ここに、ここで、あ、ここを打って、そうですね、右足、あ、左足を前に、ここに、そしたら右足、右足立てましょう。はい、で、ぐるんと左足を頭の前に、そう、で、押し付けちゃって、そうです、そうです、そしたら、大丈夫です、大丈夫です。そしたら、手をこういう形になってもらって、そのまま、はい、ゆっくりやったら、あー、すごい、話しましょう。俺はすごいわ、なんかめっちゃ強くなった気するわ。これが腕式、腕式十字、腕式十字型。腕式十字型、これ実際試合で折れちゃったりするんですか？あ、折れてる人います。マジっすか？折れるまでやるんだ。あ、折れるっていうか、まあ、だっけ、へー、すごい。なんか応用編みたいな、応用編、なんか投げテクニックから倒してからの三角とか、なんか受け投げる、まあ、まあ、ちょ、大丈夫っすか？受け身とか知らないっすよ。あ、大丈夫、大丈夫、あの、あので止まってますやん。ちょっと低い、あ、大丈夫っすか？はい、腰投げっす、ここから腰振る、あー、すごい、ね、手が残るので、このまままたぎて、あー、やだー、こっちに来てない。すごいこのシーン、ありますね。じゃあもう一回今のもらっていいですか？はい、なんで何回もやらすんですか？これはまた、両つく組で、ここに乗せて、うわで、そのまま今ここ持ってるので、そのまままた行く。うわあ、動くね、動く。ほんま逃げるんで。痛いよ、先生。まだいけるかもしれない。いやー、すね毛、すね毛。すね毛の方が嫌だったね。すね毛も痛いし。技よ。私も今、いや、で投げられ、俺が投げるんですか？いや、これ怖いな、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。肘絶対離さない。この肘は絶対離さない。へぇー。こんぐらいそう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 。いや、怖い。投げた経験は？いや、ないですよ。ないです。飲み会です。ね、飲み会。余興で。ちょ、どういう飲み会したんですか、先生。え、ちょっと軽くゆっくり行きましょうか。で、腰乗せました。あ、そうそうそう。それで、おぉ、それで、左手を引く。そうそうそう。おぉ、そうそうそう。いいじゃん。いいね。乗りましたもんね、今ね。乗って、きれい。そうそう。そっち、やけ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 。これが、これが。そっちもちょっとヘラチオみたいな。ヘラチオ、業界行くんですか？もしかして。なったので、もう一回、こっち入れます。こっちを、ここ。左を顔の前で、そのまま座っちゃってください。そうです、そうです、そうです。で、あ、座っちゃっていいです。で、肘をここ前、そっちでもいいし、ここで、で、親指を上で、これこういう効果で、こっちに行ってる。そうですね、そうなんですけど、ちょっと今、相手とのスペースが空いちゃってるので、少しあ、スペース、なるほど、そうか、あー、そうか、そうか、中にね、金玉にある、つぶれたらいいね、これ金玉、金玉って思いますよ。金玉って思いますか？痛い、ちょっと待って、金玉やられてないから、いや、これ金でも、なんかちょっとゆっくりだ。あ、でももう決めてます。そうですね、やってます。あ、いいですね。あー、痛そう。あー、すごー。なんか打撃も、あ、打撃いいっすね。打撃なんていいじゃないですか。はいはい、打撃からの投げからの貫通、そっか、僕組み合わせっすね、結局そこにいたので。やっぱ格闘やってたからな、大学も。確かにいいな。もうだってね、元が太い。そうそうそう、なんか太いなって感じがしてる。いやいや、あのオープンフィンガーグローブって言って、普通のボクシングで見るグローブとは違って、全部指が出るんですよね。手こぎができるように。いや、手こぎができるようにそうなってる。手マンとかじゃないですよ。手こぎができる、こんな感じで装着すると。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、こう、まあ、パンチから、まあ、ザックルとか、ザックル、これよく見ますよね。見たことあります。パンチから落とす、ザックの前っていうのはちょっと、タックの前より遠いんで、遠いんで、遠いんで、射撃でできるだけ近づく、そのままタック、
そのまま肩足からで、その時はどこか足で、いやー、おーすごい感じになるんで、そこからちょっと足関節上がりました。ちょうど今足上がったんで、このままがこっちで、これ危ない。どういう向きで何をやってんですか、これ。なんかもう、ね、ここがこのね、足首が、あの、あっちの方にやろうとしてる。あさっての方向に出てる。体を反対側にしようとしてる。反対側にしようとしました。しようとしました。痛いよ。これなんてことなんですか、足首。これは、足、引いてる方。この人体が壊す。いや、人体を壊すって。これ危ないんですよ。はい、その、自覚なく、はい、もう切れた瞬間だけ痛いっていう。だんだん痛くなるっていう感じじゃないから、あ、全然耐えれるなと思った瞬間にグチッていってっていうことがよく試合では。あ、それを今かけてるんですね。そうですね、まあそこ俺は自覚はダメなんですか。どういうことで今の流れを。はい、わかりました。ちょっと、はい、じゃこのまま、まあ、打撃こうやってると遠いですね、遠いですね、はい、この打撃の距離になってるんで、ただここで近づいていって防御させたら、もうそのままついてた。うわっ、で、ここに足が出てたんです。うわ、すげえ。あさって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 。だからもう倒しに行く打撃じゃなくて、はい、あの関節まで持っていくための見せる打撃、ガード上げる。そうですね、ガード上げるとやっぱり下がテイクがされしやすくなるんで、あ、だから、まあ、打撃の時とかちょっと当たらないまでも、ハイキックが飛んで、ちょっと上がったり、落としたり、休みます、こいつに俺がやるんですか。これでガード上げた、上がったよ。上がられる、そうそう、で、高と思って上げてあげる。そしたら左足を下げましょう、頭下げましょう、そうです。あで、顔上げちゃう、左足効果、なるほど。そうです、それで逃げちゃってください。寝ちゃう、寝ちゃう。で、この辺で、あこういうことですね。いやー、すごい。確かにこれを一瞬でかけるんですか。あー、確かにこれやばいわ。だいぶ試合入れる状態になったと思う。いや、早いんですよ。試合なんか出るわけないですよ。いや、違うんですよ。やばいっすよ。お願いします。印象がいいっすよ。印象がいいっすよ。お願いします。印象がいい。マウント、マウント、はい、マウント取るんだよ、さっきの。はい、そう、タックルいきましょう、タックル。そう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 。あれ、で、右足を、あはは、全然倒れない、倒れない。全然倒れない。足かけてた、足かけてた。そう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 。あ、倒れた。あ、逆に倒れた。助けて、助けて、助けて。あれだ、マウント、マウント何かしよう。俺は助ける。マウント何かしよう。ブリッジしよう、ブリッジしよう、ブリッジ、ブリッジ。そうそうそう。おー、はい、すぐ立つ。全然、もう圧倒的、すごい、圧倒的な雰囲気だ。なんだ今の。近い近い近い。そうそうそう、倒せ。もう一回かけて、足、足、あー、なんだなんだ、倒した、倒した、はい、よし、あー、倒れ、あー、3分の2目がくるぞ。あー、早い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 、まだ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 、もう無理、もう無理、もう無理、おい、もう無理だ、強すぎ、強すぎ。倒したはずなのに、なんかやられてんだもん。風、俺が、そう、俺が、お前の肩毛取るわ。風つけないと。俺がお前の肩毛取る。技数が少なすぎた。いや、それは、俺どうしよう。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい。もう、でも、強い、これが強いんだよ。まず球が逆だから入りにくいって。あ、そういうことなんですか。なんか、確かに、なんかね、なんかパンチされるんですけど、これで、低い低い低いで、で、やべ、そう、倒れないから足かけたわけ。足、もうやられてる、もうやられてるよ。足、足、左足でかけ、お前、よく左足でかけるため。あはやばい、すぐ出す、すぐ出す。いいよ、いいよ、これ、なんかそうそうそう、右足、この右足引いてんの、引く方、引く方じゃん、クソ難しい、いかない、いや、全然倒れない、倒れた、倒れた、倒れた、は
これで俺じゃ捕まってるんですこれ俺じゃこれ俺やり方知らないんだよ。そっから横に出ましょう。横に相手の横に出る。そうだそうよしよしよし。何これ。そいでみたいな。そいでホール。横に逃げましょう。逃げてよ。横に逃げる。そう、はい、じゃあマウント行きましょう。マウント出そう。はい、そっからやりました。腕しいけ、これ腕しい。俺習ってないよ。腕しいけ。やってなかった。なんかこうやってやるのか。そう、オッケー全然抜けてるけど、頑張って。くそー、この右手が。じゃあ戻って戻すぞ。やめろ、もうやめろ。肋骨が、肋骨が、この誇り、肋骨が、誇り、小林さん、小林さん諦めるな、叩き諦めるな。ケツ、ケツ印象出るぞ。ケツ、ケツ待って、ケツ全然これはね、ケツ蹴れない。あ、それ蹴れない強っ。オッケー、ノミちょうどな、ちょうど2度で負けた。ありがとうございました。すげえ。いや、やばいんだよ、マジで。すげえ、すげえ。なんかね、もうね、ジャブがね、絶対当たるの、パンチがね。どんなでしたか。いや、うまかったですね。うまかったですね。本当ですか。はい。でも動き良かった。動き、あの、教えてすぐできたんで、もう結構汗かくでしょ。めっちゃ見てください、これバッタバタ。いや、もうめっちゃ、あんだけちょっとだったらすげー汚いですよ、もう。気持ちよくなりました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にいい汗かけました。もう喋りたくもないです。気持ち悪い、もう本当に。気持ちですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか、始まるのお二人。いや、マジで疲れましたよ。とにかく疲れた、ね、ちょっとさらっと動いた感じだけど。いや、どうせ出んのか。総合格闘技で全身使うんでね。びっくりしたな。すごい体力消耗するんですよ。すげえ疲れましたね。風呂、そして、風呂。僕はあれですけど、本当彼はすごいんで。ガジュマルチャンネルでも、はい、撮らさせてもらいましたけど、1秒で小林ストコドッコイが落ちましたんで。あ、そうですね、あのガジュマルチャンネルの方で、はい、ストコドッコイがあの僕らの蹴りや締め技どれぐらい耐えれるかって結構マジなやつやったんで。本当、あんなに長い1秒初めてでした。全然終わんないですよ、1秒。走馬灯っていうのが。そっちの方もお楽しみです。ぜひ。なんかジムのありますか。代々木上原と下北沢ある近くの方も結構著名人もトレーニングいらっしゃって、先生でパーソナルやってますんで、確かにぜひ覗いてやってください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。さよなら。